まれ変われたら大好きな猫になりたいです。中等部1年佐藤ひなたです。最近ハマってる食べ物は白滝です。中等部1年の飯田ラウラです。最近ハマっていることはピアノを弾くことです。中等部2年の中本鈴香です。最近詩を書くのにハマっています。小等部5年の磯野里乃です。最近ハマってる 3DS のソフトはテトリスです。中等部3年の松井愛です。最近ハマっていることは一人ショッピングです。中等部1年の杉咲ねねです。最近身につけた得意技は、ペットボトルを頭に乗せることです。中等部1年の堀内まりなです。アニメが大好きです。小等部6年の田口花です。好きな言葉は迷わず行けよ行けばわかるさです。小等部6年の水野結衣です。好きな教科は体育です。中等部3年生徒会長の武藤あやみです。最近ときめいてる人は平安時代の人たちです。ちっちゃいけど元気とやる気は大きい小等部6年の菊池萌です。萌の長所は元気で明るいところと、桜学院に入ってからまだ一度も風邪をひいたことがないことです。12月21日に私たちのセカンドシングルベリシビッツをリリースします。聞きどころは私らしくていいでしょとか、大いにやるべしとか、前向きな歌詞が入っているので、そこに注目してほしいです。2011年桜学院三大ニュース、イエーイ。その1、武道館で私たちのベリシュビッツを初披露できたことです。初めてあんなに大きなステージで歌えたことが本当に楽しかったです。その2、天使の格好をして初めて CM に出演させてもらいました。その3、私たち桜学院にとって一番大事なニュースです。この夏、桜学院に転入生がやってきました。はい、私たちが転入生です。よろしくお願いします。2012年桜学院の野望は、私たち全員でスーパーレディになることです。応援よろしくお願いします。以上、桜学院でした。バイバイ。今から小等部でベリシュビッツを体で表現してみます。せーの、ベリシュビッツ。